ノクさんお疲れ様です。まあルールが変わるね。まあ人間が決めたルールってのは人間が変えることが可能ですし、時代背景や人々の価値観によってルールってのは変わっていくもんだろうなっていうことの一つの例だったんじゃないかなと思います。確かに古典的な野球をね、愛してる方はなんか最近の野球は軟熟になったよねっていう意見も出るかもしれませんけども、でも今プレーをしている方に合わせてルールってのはやっぱりね、変えていくべきだと思いますし、もしかしたら野球の例えばね、9人の内野手外野手っていう守りがいますけども、この守備ももしかしたら10人とかになるかもしれませんしね、12人で行こうかってことになるかもしれませんし、場合によっては6人とかね、まあ、そんな形になるみたいな斬新なルールの変更ってのももしかしたらあるかもしれません。まあ、今の野球のルールだっていろいろ変わりながら今の形に落ち着いたってことを考えると、ラッキーゾーンの問題とかね、その他にもフィルダースチョイスの概念とかいろいろと調べてみると面白いのかもしれませんね。で、思い出したのがね、私がね、大学の時に、まあ私が行ってた大学ってのは法学部もありまして、それで法律の授業を受けることがあったんですよ。まあその中で必ずと言ってほど出てくる事案っていうのが、憲法を違憲だとして憲法を変えた裁判っていうのがあったわけですよね。まあ、これっていうのはもしかしたらね、聞き及んでることがあるかもしれませんけども、あの親殺しの罪を負ったあの女性の件で、大体親殺しっていうのは無期懲役か極刑になるっていうのが、まあ、前例だったんですよ。通常の殺人よりも罪が重いっていう形だったんですよね。しかしその取り上げられた件っていうのは、あまりにも加害者側の親を殺してしまった娘さんの方に同情の余地があると、そして自分の人生を正常に戻すためには仕方がなかったっていうね、ところからもしかしたら憲法がおかしいんじゃないか、憲法を変える必要があるんじゃないかなってことで、弁護士の方が立ち上がってですね、実際に憲法を違憲だという裁判を判決を勝ち取ったっていう例なんですよね。まあ、これは細かく言うと長くなるのと、ちょっとね、案件が案件だけに YouTube に切られそうなことなんで、あんまり細かくは言いませんけども、場合によっては憲法すら変えることができるのが人が考えた知恵であり、もしかしたら時代によってはそぐわないんじゃないかなってことなんですよね。特に親殺しの罪っていうのはもともとは明治時代から由来してたらしくって、時代が変わって人間の生活様式が変わればもしかしたら親殺しの罪っていうのは場合によってはね、緊急回避的に認められる場合があるんじゃないかというのが、身内という関係っていうのは逃れにくいからなんですよね。そういったところと、あと世論ですよね。多くの方がその裁判結果に憲法が違憲だということを理解して、世論が風を起こして、そして多くの方がこれは加害者たる女性が実は一番の被害者だったってことに、まあ、きちんとね、前例なく向き合ったことが憲法を変えた、その裁判をね、根底からひっくり返したっていう、まあ本当にね、法律の授業では必ず出てくるというようなね、あのルールっていうのに縛られずに、前例主義に縛られずに、新しい解釈を常に用いていくことというようなね、まあ、そんなところが勉強になったなと思って今日もお話しさせてもらいました。ノクさん、また動画の方よろしくお願いします。